J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。こんにちは、アシスタントのアキです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。J さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もインタビューです。先週に引き続き、東京海洋大学グローバル教育研究推進機構特任准教授の鈴木陽子さんへのインタビューです。後編の今回は、鈴木さんが勤務されている東京海洋大学、こちら秋さんも教えてらっしゃいますよね。そうなんです、はい、そうなんです、はい、でこちらの大学では TOEIC スコアが進級条件になっているということで、はい、まあ、そのような厳しい環境を乗り越えるモチベーションとか習慣化、これどのように育まれているのかについてお話を伺ってきました。今回も東京海洋大学グローバル教育研究推進機構特任准教授の鈴木陽子さんにお話を伺います。鈴木さんが勤務されている東京海洋大学の特定の学部では、進級条件に TOEIC600 点が義務付けられていますけれども、これ海洋の仕事と英語ってどのような関係があるんですか？そうですね、その海洋、海と、外国とのつながりというのは、まあ、意識しやすいかなと思うんですね。で、実際に使う場面として、船のオペレーションですとか、私が、授業を持っていて教育を担当しているのが、まあ、2つキャンパスが2つある中で、はい、私の、授業を持っているのが品川の方にあるキャンパスになるんですけれども、そちらですと約半分ぐらいの学生が大学院に進んでいくので、どうしてもその研究発表ですとか、まあ、大学院で留学生と接するっていうような機会もすごくあるので、そこで英語というのは必ず必要になってくる言語になります。まあ、確かに海って言ったらもう外国とのつながり思いっきりつながってますもんね。そうですね、あと今の、船のオペレーションでも、いろんな国の方々と協力して、外国籍の船に乗るっていうようなこともすごく多いと聞いていますし、はい、で、あと、留学生も大学院にはすごく多いですね。やはりその専門的な、分野で、いろんな目的を持った、学生さんが多いなというふうに感じています。これ皆さん、まあ、当然進級条件だっていうのは分かって入学してくるわけですけれども、だいたい英語得意な学生さんが入ってくるんですか？意識にいろんな意味で差はあるかなと思っています。もう英語大好きっていうもちろん学生さんもいらっしゃいますし、なかなか苦手なんだけど頑張りますっていう気持ちで、入ってきてくだされば、こちらとしてもいろいろな指導はできるかなというふうに考えてます。これ今の時代文系理系って分けるのも正しいかどうかわからないですけども、これ、まあ、分けるとしたら文系なんですか、理系になるんですか、学部的に。どちらも、学部学科でありますね。あ、そうなんですね。多くの、学科はどちらかといえば理系なんですけれども、文系寄りの、いろんなこう海に関わる、政策を提案するっていうようなことを学んでいる学科もあります。なるほど、なるほど。まあ、その中でどうしてもこう英語は苦手です、でもこういう仕事に就きたいから海洋大に来ましたっていう学生さんもいらっしゃると思うんですよね。で、はい、まあ、苦手な中でも順調に英語力を伸ばしていく学生さんもいらっしゃると思いますし、まあ、どうしてもこう最後まで残ってしまう、まあ、いろんな理由があるかと思いますけど、やる気がどうしても出ないのか、やっても伸びないのかっていうところ、いろいろ原因理由あるとは思うんですけども、どうしても最後まで残ってしまう学生さんのなんか傾向とか特徴ってあったりしますか？決定的な違いは実際ないと思ってるんですね。で、300人だいたい1学年で入学してくる中で、3年生の、2月までに600点を取る
というのが進級条件なんですけれども、まあ、その3年間の中で、300人のうち 98% の学生、例年大体の数字がですね、本当に多くのほとんどの学生が600点を最終的には取って進級していくというような、近年結果になっていまして、でそうすると英語ってやはりこうある程度の時間をかければできていくものなんだなというのも、うん、実際にあると思っています。でそうするとどちらかといえばその残ってしまう学生というのは間に合わなかったその期日までに結果が、出せなくてちょっと遅れてしまったっていうケースがほとんどで、その3年生の2月過ぎて例えばじゃあ次の年の5月6月なんかにもう600点を取りましたっていうケースももちろん、ありますし、そうするとそのある程度時間をかけて、じゃあその時間をいつ確保できるのかというのは一つ、工夫できるところなのかなとは思います。あ、じゃあ勉強しても全然ダメだったっていうことはなくて、それこそまあ間に合わなかったとしたらスタートがちょっと遅かったっていう、まあ、それだけの理由っていうことですかね、というふうに私は考えてます。あ、ちなみにそれ間に合わなかったら留年っていう感じなんですか？そうですね、もう1年一緒に頑張りましょうと。なるほど、なるほど、はい。まあ、これ本当にこう、まあ、TOEIC のスコアなので、例えば授業の出席率が高いからとか、それこそまあ前回の話ありましたけども、まあ、パーティシペーションですよね、発言が多いクラスに貢献してるっていう理由で、例えば590点をまあ600点にしようみたいなことはできないですもんね。そういう成績のプラスの仕方っていうのはできない厳しさがあると思うので、まあ、本当に本人の取り組みっていうのが重要だと思うんですけども、でもなんか英語は苦手、まあ、僕もともと苦手だったので、どれだけ英語って大変なのかっていうのがなんかわからない、それこそだからスタートが遅くなっちゃうのかなっていうのもあるんですけど、そこで、まあ、鈴木さんのサポートの重要性が出てくると思うんですよね。で、学習習慣のつけ方とか、なんかやる気がなかった学生さんにこう火をつける、なんかそのやり方で工夫されていることってありますか？一つご提案ができるかなと思っているのが、ロールモデルを、示すっていうところは気をつけて取り組んでいます。でそのロールモデルも私の中では2つあると考えていまして、その仲間同士ですね、その、1年生の、例えば入学してきた、その後の6月とか、9月のタイミングでTOEIC の IP を、学内で実施しています。その時にはその団体戦みたいな、イメージを作って、仲間同士で一緒に頑張っていくですとか、同じような授業を受けて、同じように授業を受けている中で少しの差で600点に行く学生、もうちょっと頑張れば行く学生というところで、その少し早く600点に行った学生にどういう勉強をしたのというような、経験をシェアしてもらうというような取り組みをしているというところもあります。ちょっとピアプレッシャーみたいなところで仲間同士切磋琢磨していく、それが一つその進級条件として多くの学生を取り込んで、まあ、学生全員取り込んでやっている、意味もあるのかなというふうに考えていまして、でもう一つはそうは言ってもなかなかやる気が出ないというところもあると思うんですね。みんなはうまくいくけど自分はうまくいかないというような、状況に陥ってしまう、パターンもあるかもしれないんですけれども、その時、一つまた別のアプローチのロールモデルとして、大学の先生ですね、東京海洋大学、まあ、いろんな先生がもちろん、いらっしゃって、その専門ご専門ですごくその分野での、いろんな論文を出し、英語の論文を出していらっしゃったり、英語でスピーチをしていらっしゃったり、英語のインタビュー番組に出ていらっしゃったりっていう先生が多いので、その、先生方のその英語で喋る姿っていうのを映像で見せたりすることで刺激になればいいなと思っています。そうするとその先生方のその研究者としての英語の使い方っていうのも一つ勉強になるのかなと思っています。
一つ目はもう友達がとか仲間が、まあ、自分と同じ立場の人たちがどのように学習をして達成しているのかっていう、まあ、ロールモデルであって、二つ目は、まあ、自分がこの先、まあ、研究者を目指す学生さんもいらっしゃると思いますし、まあ、そうでなかったとしても、まあ、どのように社会人になってから英語を使っていくのかっていう、その自分の未来のロールモデルみたいな、そんな今のロールモデルと未来のロールモデルっていう、なんかそんなイメージですかね。そうですね、その、成功体験で仲間で一緒に頑張っていこうよっていう雰囲気と、でもう一つはその未来の、ロールモデルというところと、まあ、その自分の、知ってる先生が普段こう日本語で冗談とか言ってくださってるような先生が英語でちゃんとこう専門分野のご説明をしていらっしゃる姿って結構感動すると思うんですよね。ギャップがありますもんね。かっこいいって少しこう思えるんじゃないかなと。あ、確かに、はい、あの先生あんないつも優しい感じなの、近しい感じなのに、あ、こういう場ではこういうふうに振る舞って、こういう英語でこんな発表されるんだっていうのは、もちろんその全部は分からなくても雰囲気として刺激になればいいなとは思います。確かにそうですね。で、海洋大といえばさかなクンも客員教授でしたっけ。漁業ですよね。さかなクン営業喋れるんですか。営業全く喋れないですってお会いした時におっしゃってます。へ、はい、すギョいですって、鈴木先生すギョいです。普段からそういうすギョいですっていう日本語を喋られるんですかね、さかなクンは。キャラクターでさかなクンですから。論文も書かれてるんですけど、論文の名前もさかなクンで出されてます。あ、そうなんですね。はい。へえ、まあまあそれはいいとして戻しますね。はい、はい、そうですよね。で、まあやっぱりロールモデルって、でも、まあ、英語だけじゃなくて全部に対して、特に学生さんにとってやっぱりなんか就職した後の話とかあってあんまりこうピンとこないですもんね。そうですね。その中でこう先を行く人がどういうふうに英語を使っているのかっていう、普段とまた違うギャップを見せながら、でも、あ、英語できるとこんな感じになるんだっていう、なんか憧れみたいなのも、もう出てきますもんね。そこもそういった影響があればいいなと思いますし、と研究者の方が使われる英語って逆に独特なものもあるなと思っていて、論文で使う英語もその型が決まっているような部分があったり、その専門用語の方がすごく大事に使われていたりっていうところもあるので、やはりそのTOEIC600 点っていうのが最終目標では決してなくて、でその後にどういう英語が求められている、どういう、経験だったり、その、習得、知識の習得が求められているっていうところも思い描いていった方が、もしかするとそのやる気が出てくるとか、600点に到達できるっていうところもあるのかなとは思います。確かにそうですね。やっぱりTOEIC600 点が進級条件ですって言われたら、どうしてもなんかこう視野が狭くなって、その数字さえ取ればいいみたいな感じになると逆に勉強しづらくなったり、スコア伸びなくなったりしますもんね。辛くなっちゃうんじゃないかなと、ね、つまんないし、思うんですね。ですね。そうするとこのスコアアップを達成する過程で、まあもちろんTOEIC600 点という、まあ、免許証みたいなものはこう手にすることができると思うんですけど、その一方で英語力以外に何かこう達成した、TOEIC600 点を達成した学習、まあ、英語苦手だったかもしれないけどそこを頑張って、目標達成しましたってなった時に、学生さんの中に何かこう見える変化ってありますか。まあ、接している中でおおと思うのが、その一つはまあ計画力かね、そのいつまでに何をしなきゃいけないというのはもう決まっていることなので、それに向けてどの段階でどういうふうに、自分の中で着手していくのかというような、その段階を作っていけるかどうかというところで、もちろんそれが自分でできる学生もいますし、上の、いろいろなその友達に聞いたり、我々の教員に聞いたりっていうような、いろんな、まあ、助けも借りたりしながら、結局自分で計画を立てていく、でそれを、実際やっていく力、
ですとか、あと、まあ、問題解決力ですよね。自分だけの力じゃなくて、こういう時はここに聞けばわかるっていうような、でそれを、言われたことをきちんとできるかどうかというような、まあ、いくつかその、学生時代に身につけておくといいかなと思うような力も一緒についていっていれば嬉しいです。うん、でも今の話聞いて思ったのが、その辺ってこう段取り力だったりとか問題解決力って社会人に絶対必要なものですもんね。そうですね、社会人に出てからの方が必要とされるかもしれないですね。そうですね、それも TOEIC を通して一緒にこう身につけることができるっていうのは、まあ、もちろんそのために英語の勉強してるわけではないですけどね。なんかでもそれって後で気づいた時に、あ、なんかこう目標を決めて、まあ、その600点というのは与えられた目標かもしれないですけども、まあ、そこに到達するまでにこういう学習をしていくんだとか、でそこに相談をして、まあ、鈴木さんにこうアドバイスもらってやってみて、でその中でまた工夫をしていってみたいな、本当になんかいろんなスキルが磨かれていきますね。そうですね、大学で授業も、ね、たくさんやっていて、ある程度の学習量っていうのは絶対に必要だと思うんですね。で、その、学習という知識を身につけるっていうのはもう絶対必要だよっていうところを前提とした上で、それ以外にどういうふうに自分をこうスキルアップさせていく、図にできるのかっていうのも一つ面白いかなと思います。そうですね。はい、で最後なんですけども、この4月から大学生になったりとか、もしくはこう大学院生になったりとか、あとは新社会人になったりっていうリスナーさんもいらっしゃると思うんですよね。でそこでまあ英語が切り離せないという方もいらっしゃると思うんですけども、なんかどういう意識で取り組んでほしいなみたいな、なんかこうメッセージがあればぜひお願いしたいんですけども。はい、先ほどのお話でも、すごく今、最後の一言のいいメッセージが、出たなと思ったんですけど、なんか、考え方の変換って、トイック何点っていうふうに思うよりも、もしかするともっと大きな目標で、考えていった方が楽しんで目標まで達成できるっていうようなこととかもあったりすると思います。自分がどういうふうにすれば、自分が描いていくその目標が達成できるのか、まあ、その、近い目標、それから、将来的にこういうふうになったらいいなっていうような、まあ、いろんな角度で目標を描きながら、頑張っていければいいのかなと思います。何かこう考え方の、工夫ですごく辛い、嫌なことをやるというよりは、なんか満足度の高い時間に学習時間、英語の学習時間ができたらいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。鈴木さん、何かこう近々出版の予定とかってあったりしますか？そうですね、いくつか予定は、今後出てくるかなと思います。はい、ぜひ前回ですねお話しした論理的に話す書くための英語変換術のような、こう英語力は高めてきたんだけど、なんかどう使っていいかわからない、宝の持ち腐れになってしまっているっていう方を救うような、ぜひまた書籍を出していただけたらというふうに思いますので、ぜひご検討いただけたらと思います。ありがとうございます。はい、では前回それから今回ですね、前回はコミュニケーション力につながる英語学習で、今回は大学の話ですね、学習習慣どう作っていくのか、それから学習する中でどんなスキル、付属のような感じかもしれませんけども、社会人になってからも必要な能力、これ TOEIC の学習を通して身につくというお話していただきました。本当にお時間いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。Useful expressions. 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか？はい、今回はメイソン・クーリーという人の言葉です。 The time I kill is killing meThe time I kill is killing me. 私が潰す時間は
私を潰す、まあ、キリングですからね、直訳したら私を殺すになりますけどね。これ深いですねこれ前回も時間の名言でしたけどね、1時間無駄にする人はみたいな感じでしたけどね、時間っていうのは本当にうまく使えないものの一つですね。これね、名言であって、ちょっと誰だったか忘れましたけど、はいはい、時間というのは人生の中で最も大事なのに、最もうまく使えないものであるみたいな名言もあるんですよね。いや本当難しいですよね。24時間誰でも平等に与えられたものなのに、なんか人それぞれですよね、うん、使い方って。24時間しかないのに、なんか無限にある気がするんですよね。あー本当そうですよね。本当誰もが24っていう数字分かってるのに、なんでしょうねこの感覚もう全員1日24時間、1週間168時間、1年は365日って決まってんのに、なんか無限にある気がするんですよね。本当無限にある気がします、ね、もう明日は自然と来るし、明後日も自然と来るしみたいな風に思ってしまうんですよね。本当そうです。頭でこれが頭で分かってるのと実際行動できるかっていうなんか違いですよね。そうです、ね、また反省が始まっちゃったのでそろそろ、まあ、内容入っていきますけど、まあ、今日はですね、はい、The time I kill っていう、これ関係代名詞省略されてますよね。そうですね。 The time、まあ、時間、どんな時間かというと That I kill とか Which I kill の形で、こう先行詞と言われる、まあ、名詞、時間、The time がバーンと置かれて、どんな時間かというと私が、まあ、潰す、I kill ですね。こんな感じで、まあ、That I kill、Which I kill でもいいんですけども、こういうふうに The time I kill とか、なんか他にありますかね、こういう使い方って。まあ、何でも先行詞の後ろに主語動詞と続けられる状態であれば、その関係代名詞で省略できるとは思うんですけど、例えば、うん、All I have to do is to study English every day みたいな、 All to do ってもうなんかセットでフレーズのように使われてますよね。私がしなきゃいけないすべてのことはみたいな、うんうん、そうですね、まあ、私がやんなきゃいけないことはなんとかですみたいな感じで、もうこれはなんか All I have to do、 All の部分がすべてのことっていう先行詞になっている状態ですね、うんうんうん、All I have to do、 そうですね、まあ、つながりでもそのままもう一つの単語のように覚えてしまうことで使えるようになりますもん ね、 ね、はいはい、あとは例えば The book I read とか、私が読んだ本とか、はい、The book I bought yesterday とか、私が昨日買った本とか、うん、まあ、本当に、先行詞と言われる、まあ、名詞ですね、あのポンと置いて、でその後に誰がどうしたそれなのっていう感じですよね。そうですね。なんかあとよく使うのは This is the best movie I've ever seen みたいな感じで、一番私が今まで見た中でベストなムービーですみたいな感じで、 I've ever なんとか I've ever seen、 私が今まで見た中でみたいなのをポンと付け足すっていうのもよくありますね、うんうん、そうですね。 This is the best movie I've ever seenとか、 This is the best book I've ever read とかですかね。そうですね、入れ替えて、うん、ちょっと単語入れ替えて使うっていうのはいいですね。これはこの関係代名詞の省略で先行詞と言われる、まあ、名詞が前に置いて、その後に主語動詞って、例えば、The questions you may have とかですね、あなたがあるかもしれない質問とか、あ、なんかそれもよく聞きますね、そのセットで。トイックパート4とかになんかよく出てきたりしますか、ね、はい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 、出てきますね、はい、そう、これ意外と使われてるんですよね、先行詞、はいはい、主語動詞ってやつは。うん、なんかフレーズかのように言えるといいですよね、パパッとこうなんか関係代名詞が省略されて SV だとかじゃなくて、今みたいなフレーズ感覚でちょっと言えるとスムーズかなと思いますね。そうですね。で、すごくなんか英語的な語順ですよね。ああ、本当そうですね。これもこう読んでいて英語の語順のままこう理解していく、聞いてても英語の語順のまま理解していくとか、喋ってても書いててもそうですけどね、まあ、英語の語順で理解する練習にはこの関係代名詞っていうのはすごく、まあ、役に立ちますし、そうですね、まあ、よく本当よく使われますからね。まず言いたいことを言っちゃうみたいな、はい、本当英語的ですね。そうですね、ぜひこの使い方にも慣れていただけたらと思います。第112回をお送りしました。
J さん、はい、そろそろ4月ということで新しいのがスタート、はい、本当ですね。また新学期ですね、はい、そうですね。それこそこれ聞いていらっしゃる方は4月から新しい環境に入るという方もきっといらっしゃいますよね。いらっしゃいますよね。新しい学校とか新しい会社、何かとスタートしてる時期ですね。そう、新しい職場だったりとか、あきさんは何か新しい環境とかっていう、はい、毎回この時期に担当するクラスが変わるので、また新しい学生さんたちに出会い、また名前をたくさん覚えなきゃいけないっていうところですね、うんうん、いいですね。この気合が一番入る時ですよねこう気合を入れ直すというか。そうですよね。なんかこうフレッシュスタート切れるような感じしますよね、4月って、うん、それこそ今日のインタビューにもありましたけどね、大学でやっぱりトイック取らなきゃいけないっていう新入生も入ってくるわけですからね、うん、いや本当にそうなんですよね。もう目標がしっかり定まってるので、うん、あとはそれをどうクリアしていくかっていう戦略立てですかね。うん、ですよね。はい、僕も新入社員研修とか、新入生向けのものっていうのはあるので、ね、やっぱり、うん、環境は本当新しい環境に入って、特に社会人になる皆さんはなかなかこうコロナでこう自由に行き来できなかったりとか、まあ、マスクで同僚、ね、同期の顔があんまよく分かんないとかっていう、はい、まあ、状況ではあると思うんですけどね。やっぱりこう気持ち新たに新しい、本当に学生から社会人になるっていうのは本当に大きな変化ですもんね。大きいですよね。何かそこに対して、まあ、英語学習っていうのもまた社会人の英語学習と大学時代の英語学習また違うと思いますので、あ、本当そうですね、そういったところではい、何かお役に立てればというふうに僕も思っています、はいはい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。 J さん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。 Alright, thank you for joining us. See you next week.